FRD プレゼンツ、デルデゼル稲垣雅之の声優やつ、アニメだな。次は EUJ の取材 CM を聞いてください。 EUJ は主に東京以外の地域で展開する総合エンターテインメントグループです。全国で漫画、アニメ、ラジオ、映像作品を企画制作しながら、東京以外にお住まいの方々へも芸能にチャレンジする機会を提供しています。芸能というと東京というイメージがありますよね。しかし EUJ では今ラジオをお聞きいただいているこちらの地域でも芸能をオンラインで学ぶことができるんです。紅の豚のポルコロッソを演じた名俳優、故森山修一郎さんの意思を継いだ芸能オンラインスクール、最高指導責任者はこの番組のメインパーソナリティでもある稲垣雅之先生です。対象年齢は小さいお子様からシニアの方々まで幅広く学んでいただくことができます。芸能界への一歩を踏み出すことが難しかったあなたも、 EUJ で地元にいながら芸能を学んでみませんか？詳しい情報はエンターテインメントの E、 ユニオンの U、 ジャパンの J で EUJ で検索してみてくださいね。さて、まもなくアニメ玉が始まりますが、今日もスタジオに出演者の方が来てくれています。今日は何人来てくれて、どんな話をしてくれるんでしょうか？小羽倉秀人です。なんて作品出ていただきました？汚れたチャンピオンです。総会長の役で出演しました。緊張しましたが聞いてください。ということで、収録の分は一人でしたね。ただ今日は出演者がまだスタジオにいますよ。はい、では出演の方お願いします。はい、FM ギノアンのまなみです。はい、どうでしたではい、汚れたチャンピオンのスミルです。よろしくお願いします。スミルだよ、スミルが来てますよはいということで、今日は汚れたチャンピオンっていうねアニメ玉ですけれども、そのうち2人、石坂さんと、小津瑠衣さんがスタジオに来てましたんで、はい、小羽倉さんプラスで前振りをやってもらいました。取り立てのあれですね。そうですね、早速ですね。ではじゃあ聞いてもらおうか、ね、はい、アニメ玉聞いてもらいましょう、はい、アニメ玉メイドイン沖縄ボリューム25、タイトル汚れたチャンピオン、作稲垣雅之。バイザンチェアマン、現在のチャンピオンのスミルは山の奥深くの掘ったて小屋をベース基地にしてトレーニングのキャンプに入ったようです。よく調べたボリン、スミルはそこまで他人の目に怯えているのだな。はい、バイザンチェアマンがマスコミを巻き込んで仕掛けた、スミルは決勝戦の前にドーピングしていたという偽の情報が SNS を通じて世界中に拡散され、激しいバッシングにさらされた結果だと思われます。このままではスミルはまともな状態で試合のリングには立てないだろう。ついに私の格闘技ジムからチャンピオンが生まれる日が来るか。ギョイ。ああ、切れた。音楽がないとトレーニングに身が入らないんだから、スミルは。もういいよ、もういいんだ、サイ。たとえ音楽があってもやる気が出ない。トレーニングは終わろう。ダメよ、スミル。まだ動きが全然悪い。こんなんじゃ優勝どころか一回戦すら勝てないよ。セビッチ、ラジオはどうにかならない？電波状況が悪すぎるんですよ、サイ。セビッチ、音楽はもういらない。今まで支えてくれてありがとう。スミル、サイ、せっかくトレーニングキャンプに付き合ってくれたのに申し訳ない。スミル、まさか。僕はもう WFWJ 格闘技チャンピオンを返上しようと思うんだ。それはダメです、スミル。そうだよ、スミル、あなたは何も悪いことはしてない。諦めることはないよ。でも嘘が本当だと誤解されていくうちに、僕はどんどん悪者になっちゃって、世界中からバッシングされて。スミル、あなたはタイトルホルダーのチャンピオンなのよ。戦う責任がある。トレーニングを続けなきゃ。トレーニングを続けましょう。
そうなんだけど、そうなんだけど、でも、もう無理だ。ボリン。はい、バイザンチェアマン。スミルの状態はどうだ？はい、まともなトレーニング効果は上がっていないようですので、戦闘能力はかなり落ちているかと。スミルのトレーニングスタッフは全員チームを辞めたのか？いえ、スミルのトレーニングチーム7人のうちの5人がスミルの元を離れましたが、あと2名残っています。残りの2名は誰なんだ？サイという総合トレーナーとセビッチというメカニックトレーナーの2名です。サイとセビッチか。有能な2人が残ったな。はい、しかし5人ものトレーナーがいなくなったのですから、以前のようなコンディションを作り上げるのは無理だと思います。なんとしてでもうちのジムの選手を優勝させなくてはならないのだ。ぎょい。本日は記者会見にお集まりいただきありがとうございます。これより WFWJ より重大なお知らせがあります。ドーピングの疑惑が拭えないため、今回の WFWJ に前回の優勝者であり現チャンピオンであるスミルの参加を認めません。バイザンチェアマン、この内容でいかがでしょうか？いいだろう。これをスミルが聞くんだな。はい。この総会長の偽の記者会見映像をスミルがトレーニングキャンプを行っている参観部のみに流れるように放送します。よかろう。これでスミルはおしまいだな。本日は記者会見にお集まりいただきありがとうございます。スミル、 WFWJ の総会長が記者会見を開いてる。すぐ来て。はい。これより WFWJ より重大なお知らせがあります。あ、また聞こえなくなった。何のお知らせだったんだろう。どうせドーピングをしたことになっている僕を非難するコメントに決まってる。スミル、総会長が記者会見何を言ったかわからないんだから勝手に落ち込まない。トレーニングをやろう、スミル。いや、やめておく。スミル。サイ、山のふもとの町まで買い物に行ってきます。気分転換にスミルも一緒に行っていいですか？うん、それがいい。行ってきなさい、スミル。でも。そうだ、私も一緒に行くよ。3人で一緒に行こう。バイザンチェアマン、本物の総会長の記者会見があるそうです。そうか。スミルのトレーニングキャンプの場所はろくに電波も届かないようなところですから、総会長の会見の内容は伝わらないと思います。うん、ならいい。うちの選手の優勝は決まりだな。電気屋さんがある。ラジオが聞こえるように電波状況を良くする部品とか売ってないかな。お店にやりましょう。スミル、セビッチ、こっちに来て。店頭のテレビに総会長の記者会見が流れてる。では本題に入ります。世界中の格闘技のアスリートを集めて行う予定の WFWJ は予定通り開催することといたします。現在のチャンピオンであり今回も優勝候補筆頭のスミルがルール違反の化学薬品を使って戦闘能力を高めた状態で試合に参加したのではないかという疑惑がさまざまなメディアで取り上げられ、数々の違反の証拠が公開されてきましたが、我が WFWJ 協会が厳選に調査いたしましたところ、すべてが偽情報であり、証拠品もすべてが偽物であったことが判明しました。我が協会は、スミルは潔白であると結論を下し、WFWJ を開催し、タイトルホルダーであるスミルを招待参加選手といたします。よし！やったな、スミル！早速トレーニングだ。どうなる？この放送をスミルたちが聞いていなければまだ打つ手があります。万が一聞いていたら、スミルが勢いづいて本来の状態に戻ったらうちの選手に勝ち目はありません。なんだっ
って。サイ、セビッチ、神は、真実は僕を裏切らなかった。僕はやるよ。必ずチャンピオンベルトを守る。出演、稲垣雅之、小津留夫、小羽倉秀人、押田純平、志出瑞子、FM ギノワン、石坂真奈美。はい、今日のアニメ玉に出演してくださった方々がスタジオに来てくれています。録音済みのものです。お聞きください。緊張しましたが、いい体験できて楽しかったです。で、あと2人ね、ありますよ。はい、スミル、どうでしたか？はい、はもう僕は必ずチャンピオンベルトを守るということで、トレーニングに励まないといけないなと思っております。続きね、続きやってんだね。続編があるんですか？続編があるのね。ここで勝手に始めたんだね、続きね。はい、どうでしたか？ボリンはどうでした？はい、なんかこのちょっと悪役の手下感が、うん、あったなと思うんですけど、今ちょうどですねコメントでもカープボーイさんからまなみちゃんが悪役だわらわらってきてるんですけど本当だもうね、いやなんか面白かったです今回は、はい、もう声優にね引き込もうとしてますからね、はい、おかげさまで成長させていただいております、ね、上手になりましたよ。いや、ありがとうございます。最初に比べてね、はい、ちゃんとなんか割るので、そうですね、秘書みたいな感じね、はい、ちょっと悪い感じを出していこうかなと思います。出していくんだ。そうかそうか。でもなんかいつもお聞きの皆さんにしてみればマナミンがこんな感じっていうのはやっぱ藁がつくんですね。そうですね、ね、そうなんですかね。ですね、小枯れのマナミンが悪やってるぜみたいな感じなんでしょうね。ということで、汚れたチャンピオンっていうね、まあ今はど、まあ、なんかね世界中でありますよね。急にバッシングされて、うん、はい、昨日までヒーローだったのに一転して、はい、その SNS が拡散された途端に、そうですね、ね、落ちぶれてしまうみたいな、ね、話ありますけど、はい、今回のこのドラマは最後は、神の助けで、はい、その多分神様がラジオ聞かせないようにしてたのかなみたいな、ね、うん、タイミングよくですね、ノイズが必ずノイズが入って、はい、スミルにはその一番嫌な情報が聞こえないようにしてたんだろうね、はい、で最終的には悪いやつは滅びると、はい、そうですね、やっぱり悪は滅びるんですと言いながら悪役の2人が笑ってますけどね全然悪じゃないって感じですけど、はい、ということで、この番組の目玉でもありますアニメ玉を聞いていただきました。じゃあ次の CM いきましょうかね。今までアニメ玉に出演してくださった沖縄県民の皆様のアニメ玉についての感想を抜粋してみました。聞いてください。主人公などの気持ちを考えながら読むのがとっても難しかったです。楽しかった。自分の声を聞くってちょっと恥ずかしいなっていうのもあったんですが、うん、で楽しかったっていう気持ちの方が大きいです。なんかとても新鮮でした。やる前は少し緊張とかして怖かったりしたんですけど、やったらすごく楽しくて、また機会があればやりたいなって思いました。本当に憧れというか未知の世界だったんですけど、やってみると緊張がだんだんほぐれてちょっと楽しくなってきた感じでしたありがとうございました。本当にストーリー自体もとても面白いんですけど、それをやっぱり自分で演じれるっていうのはなかなかない経験で、とても楽しかったです。ドキドキしたんですけど楽しかったです。声優さんのお仕事を体験できてすごくいい経験になりました。ありがとうございました。ということで、まずね感想集の CM の1を聞いていただきました。一番最初にね感想をくれたのが今ここにスタジオに来てくれてます、まみちゃんです。お疲れ様です。お疲れ様あれどれぐらい前かね最初にやったのって、わかんない、ね、だいぶ前ですよ ね、 ねえもう半年やってますからね、うん、そうです ね、 ねえこのアニメ玉もね、声優としてアニメ玉出てみてなんか周りで変わったことありました？みーちゃんの中では、なんか声優とかのやつ聞いたときに、うん、なんか裏側とか考える、うん、ようになった。あ、なるほど、うん、いいね、どうやってこの役を作ったのかなとか考えちゃう、うん、いいじゃない、ね、そういうなんかお子さんにこういう、ね、経験していただいて、はい、そういう思いが伝わると嬉しいですね、うんうんうん、はい、これからも出てくれますか？はい、はい、で実はね、今月もう一本出てくれますよね、はい、サンドイッチと世界旅行という作品が、22日放送分があります、はい、
それにもアミちゃんは出てくれてます。アミちゃんファンの方がも増えるといいね。はい、みんなが見てくれるといいですね。はい、ということで、アミちゃんの、コーナーは一応ここまでしましょうかね。はい、今日ゲストが多いので、はい、では次の CM お願いします。今までアニメ玉に出演してくださった沖縄県民の皆様のアニメ玉についての感想を抜粋してみました。聞いてください。初めてアニメなどに出させていただいたんですけど楽しかったので、また次もこのような機会があったらまたやってみたいなと思います。すごい緊張しました。でも経験できなかったことができたので良かったです。難しかったけどやってて楽しかったです。最初はとても緊張していたけどやってみたら楽しかったです。噛んだところがあったんですけど結構楽しかったです。難しかったけどまたやってみたいです。今回はこのような貴重な機会をいただき本当にありがとうございました。今子どもたちは学芸会というものも機会が少なくなってですね、こういった言葉に触れるという機会が非常に少ないのかなというふうに私思っていました。そんな中このように何かを演じて言葉の意味とかその響きを味わうっていう機会をいただけたこと非常にありがたいなと思っています。本当に今回はどうもありがとうございました。はい、そしてまたスタジオの別のゲストがいますよ。お名前聞かせてください。あ、熊本から来ました岩本明と申します。熊本です、熊本、はい、はい、今回何でどういうご用意できました。ちょっと沖縄に、コンディショングリーンっていうバンドのドラマーのエツさんっていう方がいらっしゃって、僕ギター弾くんですけど、はい、その方にちょっと教えを請いに来た。ああいいですね、もうプロになるわけだね、それを目指して。そうですね、なれるか頑張るところですね。そうですね、それがその本当にそうだね。コンディショングリーンってのはもうレジェンドと言いますかね、もう日本のロックのもう草分けみたいなね、はい、感じですもんね。感想、そのレッスン受けた感想どうでした。ものすごくやっぱり自分が盲点だったところがやっぱり浮かび上がっていく感じで、やっぱりああここもうちょっとこうしないといけなかったなっていうのをつくづくこう痛感させられるようなレッスンの内容で、うんうんうん、よかったね、はい、でも今自分のポジションが見えるっていうことだよね。そうですね、自分だけだと分かんないけどね、はい、そういうレジェンドの方にこうきちんと見ていただいてこうやんなきゃダメだった、でもこれはいいところだとかね、そこが分かるとやりがいがありますね。本当に貴重な体験させてもらったと、ね、いうことでした。沖縄に来ていただいた海外にいましたね、はい、はい、もう本当に次もまたねこういう機会があったらぜひぜひ、その時はなんかギター聴かせてもらえるといいね。頑張ります。はい、それ楽しみにしてましょう、はい、では次の CM いきましょう。今までアニメ玉に出演してくださった沖縄県民の皆様のアニメ玉についての感想を抜粋してみました。聞いてください。とっても楽しめました。また出たいです。面白かったです。私は初めてやって最初ちょっと難しいかと思いまして、声の変わりがたくさんあるかなと思ってドキドキしましたけど、なんかサポートとかで結構スラスラ言えるようにできました。難しかったけど楽しかったです。と最初はとても緊張したけど後から自分らしく言えたかなと思います。最初とっても緊張してたんですけど、でもやればやるほど稲垣さんに心を盛り上げてもらってとっても楽しくできて、またやりたいなってとっても思いました。とっても楽しいです。でも娘を連れてきたつもりが私までもうハマってしまって声優にもうなっちゃってます。セリフを読むのは難しかったですけどとても楽しかったです。はい、でそしてもう一人のゲストです。またお名前お願いします。あ、はい、熊本から来ました岩本健太郎と申します、はい、実は先ほどの秋君とは、兄弟、兄弟、兄弟、ね、声を聞いてる人は分からないかもしれませんけどね、弟さんですよね、はい、秋君もね、はいはい、ドラムでしょ、はい、あ、そうそう、いいね、ギターとギターの兄貴とドラムの弟いいじゃん、かっこいい、めっちゃかっこいいね、はい、ありがとうございます。そこにこういうなんか痩せポーチいりませんか、必要ない、お願いします。お邪魔していいですか。無理無理無理、楽器できない、楽器できない。すいません。でドラムは何歳ぐらいから始めたんですか。ですね、6歳ぐらいからちょっと触り始めた。おお、だから6歳でドラムセット座ったらなんかもうこう高くてこんな、そうですね、最初はもう、ね、なんかもう予知、なんかもうこう、うん、届くのかやったみたいな、届くのか届かないかぐらい、ね、
バスドラなんてもう足届かないんで。そうですね、最初はもう届かなくてもう遊びぐらい、遊び半分になって。でもそれからね、はい、プロ目指すポジションまでなってきてすごいね、はい、うん、ご指導受けてどうでしたか。いや、もうなんて言うんでしょうね、うん、もうその人の S さんのドラムとかもすごかったですし、うん、もう勉強になることがたくさんあって本当に来てよかったなと思います。はい、ありがとう、はい、また次もね来てくれると嬉しいですよ。はい、じゃあ、さ、次の次もまた聞いていただきましょう。今までアニメ玉に出演してくださった沖縄県民の皆様のアニメ玉についての感想を抜粋してみました。聞いてください。顔絵でしかできない表現などを声などでやるのはとっても難しかったですけど楽しかったです。またやってみたいです。なんか声優さんというとやはりもうプロの方々というイメージだったんですが、私みたいな素人でもできるというかさせていただいたということで本当にあの貴重な経験でちょっと、はい、声優さんに興味持ちました。声に関する仕事は前からちょっとやってみたいなって思ってたので今回体験できてよかったです。小さい時からラジオドラマっていうのは何度か聞いたことがあって、ここ FM ギノワンでも、去年放送された番組もあったんですけども、この小さいブースで喋る言葉一つつないで一つの作品につないで聞いてる方に想像力を引き出すってとっても素晴らしい仕事だなと思います。楽しかったです。ありがとうございます。正直テレビとかで出てる、声優さんたちは全然なんか普通に喋ってるように感じたんですけど、実際にこういう風にやってみるとすごく緊張しました。番組も終盤に差し掛かってまいりました。本日のアニメ玉に出演してくださったキャストの方のリスナーの皆さんに向けての一言があります。ぜひお聞きください。緊張しましたが楽しかったです。また聞いてる皆さんも体験してみてください。ここで EUJ からの特別なお知らせです。沖縄の皆様のお声にお応えして EUJ 沖縄ボイスターズクラブファーストシーズン出演者を募集することが決定しました。総監督とシナリオ監修を行うのはなんとこの番組のメインパーソナリティの稲垣雅之さんです。どうも、稲垣雅之です。よろしくお願いします。 EUJ クラブはですね、スクールではありません。ワークショップという形をとります。ですので入学して1年もしくは2年やり続けなければならないという考え方ではありません。ファーストシーズンという名前の第1期生のワークショップの期間だけ声優を体験してみたい、声優というものをやってみたいという方を募集するという考え方です。特徴は練習イコール本番ということです。ラジオで流すラジオドラマ用のセリフをそのままレッスンで学んでいただき、そして技術を向上していただき、お上手になったところでそのセリフをつないでラジオドラマとして流して放送するという考え方です。ですからレッスン用のシナリオで学んでそれでカリキュラムが終わるという考え方ではありません。レッスンイコール本番、レッスンで積み上げたものを本番で流す、そういう考え方です。 EUJ 沖縄ボイスターズクラブファーストシーズンワークショップ生現在募集中です。詳しいことをお聞きになりたい方は EUJ 松岡宛てメールアドレス声優アットマーク euj.asia seiyu アットマーク euj.asia までご連絡ください。リスナーの方で FM ギノワンさん、 FM コザさんの方が連絡しやすいという方は FM ギノワンメールアドレス797アットマーク fmginowan.com 石坂様宛て、 FM コザメールアドレス761アットマーク fmkoza.jp 町田様宛てでも EUJ につないでいただけます。皆様のお問い合わせお待ちしております。今までアニメ玉に出演してくださった沖縄県民の皆様のアニメ玉についての感想を抜粋してみました。聞いてください。初めて声優をやって、まあ、声だけでこの相手の表情を表す感じがちょっと難しかったかなみたいな、初めてやったのでめっちゃ緊張しました。声だけでお芝居をするっていうのがとても難しくもありすごい楽しくて、自分でこのシーンはどういう
表情して、なんか子供たちが聞いてるんだろうとか、このスピ先生はどういう風に言ってるんだろうっていうイメージしながら喋るのがとっても楽しかったです。いつもテレビ画面での向こうで見てるキャラクターたちの声とまた真似してやるっていうのはすごい難しいことで、キャラクターのイメージを想像しながら喋るのはすごく楽しいんですけども、やっぱり自分の声とイメージが異なるっていうところが難しいってことが今初めて知って驚きました。すごいいい体験でした。はい、残り、アミちゃんにまたもう一度戻ってきてもらいました。声優をね、今何年生でしたっけ。6年生です。6年生で声優体験してもらいました。今さっき入ってくれたアキラ君とケンタロウ君もね、あの小さい頃からギターやったりドラムやったりって言ってました。そういう世界をね、声優さんを小さい頃からやってたんだよっていうのを作りたくてアニメ玉をやってます。はい、またこの番組はね、皆さんに聞いていただければと思います。そうですね、じゃあアミちゃん、これあのリスナーの皆さんにバイバイしますから、一緒にやりましょうね。うん、はい、それではまた来週、バイバーイ。